こんにちは、ほめまくりです。今回は、チャンスだ、日本と称して、ホワイトな話題を、つかみ取れと称して、短い動画をお送りします。今回は、ソースはありません。ほめまくりからの提案です。今回の新型コロナウイルスを口実に日中双方で話し合って合意のもとに習近平国家主席の日本への国賓でのご招待を中止にすることを提案します。良い口実ですよね。新型コロナウイルス、衆様もお忙しいでしょう。笑い、外遊してる場合じゃありません。SARS の時は収束まで半年くらいかかりませんでしたっけ？春まであと数ヶ月ですよ。ちょうどいい機会です。中止にしてください。でも、一番不安な材料が安倍首相自身なんですよね。なぜか、新型コロナウイルスに関しての新たなる日中の疾病対策とか、感染症対策とか、保健衛生対策とか、健康分野とかに対して話し合う必要があるとか言いそうじゃないですか？笑い、関係を強化しようとか言いそうですよね。笑い、日本の官僚も言いそうですよね。笑い、ほめまくりはいつも思うんですけど、日本の敵および仮想敵国よりも日本にとっての最大の敵は日本内部にいる日本人そのものなんですよ。今回はここまでです。皆様どう思いますか？よかったらコメントくださいね。あ、すいません。一言、そうそう、追加で言います。普通の国とのウイルスとか、感染症対策の強化とか、健康分野の強化、保健衛生対策での強化は必要だと思いますよ。でもですね、中国ですよ。中国、笑い。自分たちで自分の国を全く管理できてないいい加減な国ですよ。何が起こってるのか全て何も分かってないような国ですよ。隠蔽する国ですよ。新幹線事故起こしたら埋めちゃう国ですよ。笑い、新幹線技術を盗む国ですよ。信頼度ゼロの国と人間にとって一番大切な命に関する強化なんて無理ですよ。笑い、こんな国と協力強化しようがないじゃないですか。挙句の果てに日本の医療技術、医薬品、技術盗まれちゃいそうじゃないですか。マジですよ。マジで思いません。ここは褒めまくり笑いませんよ。笑い、地震とかそういう保健衛生対策ではなく、災害とか地震とか緊急派遣とかだったらいいですけど、疾病対策とかの日中関係強化はやめてほしい。強化よりも情報出せって言うべきでしょ。笑い、では今日はこの辺でまたよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。